はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はこれです。カレーです。今日はこのカレーです。唐揚げをのっけた、はい、ぐるぐる、あれ、あーやっ、レタス入った、かいわれた、うん、おいしいね、うん、こんね、こんなんね、はい、はい、いただきます。はい、野菜先に食べておいしかったよ。うん、はい、うん、うん、おいしい。やっぱりカレーは、カレーはね、本当にちびっこの頃からずっと大好物よ。うんと、そこに唐揚げだから、もう贅沢としか言いようがない。ああ、カレーはね、食べると元気になるっちゅうだけじゃないから、健康にもいいですよ。うん、いろんなね、野菜でも肉も入って、スパイスも入って、よく考えられた食べ物だよ。こういうね、日本的なカレー大好き。あ、で、ティジモの場合はあのインドネパール系のあのカレーもね、大好きでさ、本当に。そっち系なんかもうね、ティジモ自分で作ったりしますよ、ちゃんと、あの粉から。話したっけな前。うん。ありがとうございます、ありがとうございます。やっぱりマヨネーズ先生で、野菜の美味しさがより一層引き出されてね、えらいでしょ。最近は野菜もちゃんと食べて、目からがずれるね今日は。ああ、うん、野菜も好きなんですよ、キジマね、本当に好きなの。でも、いや、これは正直な話だからな、うん、正直な話だからね、まあ、いや、言っちゃいますよ、正直な話言っちゃいますけど、あの人間いつどこで何がどうなるかわからないじゃない。まあ、もっとちゃんと言えば、いつ死ぬかわからないわけですよ。いつどこで何が起きて死ぬかわからない。だからさ、最後ね、人生の最後に、だとか死んで天国でも地獄でも、あの次の世界、次の世界でも何でもいいです、分かんないから。でもそこでさ、おい木島、お前最後何食ってたんだそういえばって言ったら、いや野菜キュウリっすねとか言いたくないんだよね、本当に。それだけは言いたくないんだよ。うん、こう、そこでやっぱり肉すって言いたい、肉す、肉食ってました、唐揚げすとか言いたいな。それが心配で、そのことを考えるとどうしてもね、肉率が上がるんですよね。肉の比率が、割合が、いや、出場回数がっていうんですか、言うのかな、うん、しかし美味しいね、これどうしても上がっちゃう。だって男なら大概そうじゃないかな、死んでさ誰かに聞かれて、その後で
誰かに聞かれた時に、いや野菜スティックですって言いたくないんだよね。好きですよ、大好き、野菜も大好き、美味しいんだよ。自分で作ってるぐらいなんだから大好きなの。それは大好きなんだけど、分かってもらえますか。分かってもらえますかね。男子なら分かるはず。男子なら。でさ、嘘もつきたくないじゃない。ね。なんかサラダ食べたのにさ、大根シャキシャキサラダとか食べてたのに、いやあのティーボンステーキでしたとか言うのも嫌だしね。何の話だろうね。美味しかったです。ごちそうさまでした。